テキサカリーグ第8期の最終節最終戦です。ついに迎えました。第10節第3試合、ホームブルーのモルフォス VS アウェイ黄色のビーネです。さあここまで9試合ずつは戦ってきて、勝ち点19まで重ねてきましたモルフォス、首位です。一方ビーネは8点17、前年もこの最終節最終戦まで優勝がもつれました。その時はこのビーネ対優勝したスリジエでした。さあ2期連続でこの2位というポジションで最終節を迎えたビーネ、昨シーズンはその最終節最終戦、王者スリジエに引き分けに持ち込まれて、惜しくも勝ち点は並んでいたんですが、得失点差でわずかに及ばずに、さあここも引き分けではモルフォスに及びません。勝たなくてはいけない試合、ここで勝てば逆転優勝、格闘に並んで3度の優勝ということになります。一方のモルフォスは悲願の初優勝なるか。これまで最高順位が3位、この時点で球団初の2位以上が確定していますが、やはりここまで来たら悲願の優勝を果たしたい。両チームフォワードにはこの消し坂リーグ看板選手、ミスター消し坂セブンガーと消し坂界のクリスチャーノ・ロナウド、ウォーズマン、この両者が睨み合っています。さあスター選手2人を抱え、最強の布陣で臨んできましたこの最終節モルフォス対ビーネ、泣いても笑ってもこの一戦、優勝はどちらか、決着がつきます。ホーム偶数のブルーモルフォス、アウェイ奇数のビーネ、6が出ました、偶数の目、アウェイビーネからのキックオフです。消し坂リーグ第8期最終戦がキックオフします。セブンガー、ライバルオーズマンにボールを当てていきました。ルーキーです。ロックマイクス、ここで乗せた、シュートチャンスを獲得しました。ルーキーロックマイクス、シュート、これはナックルに当たって相手ミッドフェルダーリングマンの前、同じくこのロックマンシリーズから今年のルーキーとして球団に入ってきたリングマンです。奇数で止めています。さあリングマン前につなぎます、ナックル、ルーキーからルーキーへ。さあナックルがこれ後ろ向きになっているが、前に出した、スルーパスになったが、ナックル自分が回り込んでいく形、スピードがあります。ナックル、さあデネは奇数です。メフィラスが回り込みます、わずかに届かなかった。しかしこのクリアを防げる位置にまずは体を置きました。メフィラスクリア、しかしまだキス。さあここはセブンが触りたい、ウォーズマンを越えて触りに行ったが、わずかに触れられず、ゴドラが横から邪魔しに行きます。ゴドラ乗せました。しかしセブンがもうここは奇数のままですから、奪い返すチャンスはある。まずはしっかりと触って、ゴドラとウォーズマンに囲まれた状況から出していったが、タッチラインは回りました。モルフォスボール、ゴドラです。少し長いスライディングになりましたが、サイコロ転がって奇数、アングラモンです。ドリブルに入る、アングラモン右サイド上がっていった、見事なドリブルです。カーブを描きながら確実にモルフォスゴールに向かってきました。さあここでシュートチャンスだ、アングラモン、セブンガーの脇、前にナックル星人も詰めている、絶好の位置で向かいます。アングラモンのシュートチャンス、アングラモン、ビーネ、見事なアングラモンの長い距離のドリブルからのシュート決めました。さあこれで先制したビーネがリード、このままいけば逆転優勝です。さあこのヒリヒリした状態、まず先制点均衡を破ったのはビーネでした。さあモルフォス、なんとか同点に追いつかなくてはいけない、ウォーズマンです。乗せた、ここで乗せました、意地のウォーズマン。さあナックルは倒されましたが、しっかりとポジションを取って、さあこのロングシュートを打たせないぞという位置、しかしウォーズマンここは打つしかない、シュート、ナックルが止めました。そして司令塔サンシャインが受け止めます。奇数に変わっている、いいね、まずサンシャインが触って、ここはリングマンです。リングマンがボールをキープ、
あとクリアしました。ゴールラインを割ってしまったコーナーキックです。さあどう狙っていくのか。ゴードラおっと相手ディフェンスの背中を狙っていった。これがグース。さあゴードラがここで快速を繰り出してこのボールに触れるか。中央に切れ込んでいった。わずかに届かない。ポポビッチが回り込む。乗せました。ゴドラに背を向けて触らせません。これはこのクリアを阻止したいウォーズマンが行きます。さあ相手フォワードが2人入ってきました。難しいクリアになるがスポポビッチ。あとウォーズマンに捕まった。そしてグース。やはりこれを読んで詰めていました。ウォーズマンフォワードとしてのケントリアとしての嗅覚です。乗せた。肩で乗せている。すごい。ウォーズマン見事なプレーです。横にスライドしながら肩で乗せました。そしてグース。ワールドトーナメントオールスターと独壇場の活躍を見せたこのウォーズマンがどこを狙う。振ってきた。キーパー正面ディフェンスの上を飛び越える高弾道シュートを打ってきましたウォーズマン。しかしそれを頭で防いだビーネ守護神ベムラー。すごいセーブを見せました。ベムラーではなく横に行きます。ここはラドン。ラドン触った。しっかり触ってここをスライディング。ボールをキープしました。思えば開幕戦このカードでした。ビーネディフェンス屈辱のオウンゴールで1対0で敗れた。ここはセーフティー。ラドンがクリアします。ここは何としても守りきりたいビーネ。間接フリーキックになります。直接は入れられない位置。ジャンクマンが逆サイドから来ました。おっとすごい。後ろにいるウォーズマンにパスを渡しました。そしてグース。ウォーズマンからワンツーでゴドラに渡そうと言ったところだったんでしょうか。それをスポポビッチとマジュニア、このドラゴンボールディフェンダーがなんとかしのいだという体勢。しかしグースでウォーズマンの前だ。さあジャンクマンからのボール。ウォーズマンこれをどうゴドラにつなぐか、そのまま打つか。ウォーズマン弾いてグース。さあゴール前ゴドラか、いやウォーズマン、ウォーズマンがそのまま行くか。さあしかし目の前にはベムラーだ。再びベムラーか。ウォーズマンゴール同点。ウォーズマンすごい試合になった。やはり優勝争い1対1の同点。ジャンクマンのサイドキックからの見事な連携を見せました。モルフォス、首位モルフォスがここで同点。さあ優勝に王手をかけました。時間はしかしまだ半分。ウォーズマンが決めて黙ってはいられません。セブンがここで大きく出してキス。セブンが届けた。信じられない。この距離を走ってなんとドンピシャ乗せてしまいました。セブンがとんでもないミラクルプレーが出ました。すごい、すごすぎる。ここで乗せたぞセブンが。これはモルフォス何もできない。フィールド中央からディフェンスラインでなんと一手で乗せてしまいました。そしてこれをセブンがゴール、勝ち越し。すごい試合だ。優勝への執念がこのセブンガーのミラクルプレーを生み出した。すごいゴールです。ウォーズマンが同点にしてセブンガーが突き放す。これが消し坂リーグのザマッチだ。さあ2対1、ビーネがすぐに勝ち越した。モルフォスまた同点にしなくてはいけない。ここを突破するウォーズマン。キス。リングマンです。回り込む。おっと出目を買いに行こうという強いクラッシュですが、しかしキス。マイキスです。ここは後ろからサンシャインが行くか。しっかりタッチ。さあ回り込んだジャンクマン。サンシャインです。奇数で前に出した。これもセブンガーの前か。先ほどはこれよりも長い距離を走って一手で乗せてしまいました。セブンガー前に詰めていく。セックスです。セブンガーに触らせないという。さあこれは後ろから倒して触ってません。ロックマン X が守りきった。
セブンガーからボールを奪って偶数に変えた。さあ反撃だモルフォス。なんとボールの上を滑ってスケボーのように持ってそのままドリブルになった。そして乗せ、このままロングシュートいくか。ロックマン X 中央だ、狙えるぞ。シュート、ロングシュートはラドンが止めた。しかしまだ偶数チャンスはある。ロックマン X が行く、届かない。こう何としても守りきりたい優勝のためにラドン相手をかわしましたが、まだ偶数。さあロックマン X 触った、打ってった。しかしまたラドン、ここも防いだ鉄壁の守り。そして奇数に変えた。さあそしてガドンです。こちらが開幕戦屈辱のオンボールをしたガドン。さあウォーズマン、オンボールを奪いに行く。ガドンがクリア、キス、ドクターボンベしっかりとここをタッチ。さあドクターボンベがロングシュート狙える位置に行ったぞ。さあここで決めるか。 B ね、ドクターボンベのロングシュート、スマイルマンがわずかにゴールから逸らしました。ゴールキックです。スマイルマンに当たってはいますが、喫茶家では打った選手がどちらかによって出たボールのキッカーが決まります。さあまだ時間があるモルフォス、6です。さあ相手ロングシュートを防いだスマイルマン、触った。さあ前を向きます。スマイルマン打てた、これは味方のジャンクマンの背中に当たった。フィールド中央、スマイルマンボールをキープしたい。触ってとちょっと飛び越えた、触ったがここでキス。ボールを回り込みながら触るという難しいプレー。さあ B ネのチャンス、ナックル、戻ります。ナックル、とうとうここでスマイルマンを突破。セブンガーが戻ってこれを受けるか。触ったか、体を倒しましたが、その際に触っているか。これは触っていません、ボールが動いてない。さあゴードラがこれをカット、しかしここにはサンシャインがいます。あとサンシャイン、ジャンクマンが邪魔しました。これはジャンクマンが迂闊に触るとゴール前まで行ってしまいます。おっと乗せました、乗せたがキス。さあこのボールを奪えるかサンシャイン、乗せ返した、キス。さあゴドラ当然これはシュートを打たせないという位置に置きますが、サンシャインもさあ思いっきり打っていく。こぼれ球うまくいけばセブンが思います。打っていってこぼれたボール、グース。さあモルフォス時間がなくなってきた、早く反撃に行きたい。同点に追いつけば悲願の初優勝です。セブンがボールをキープします。タイガージェットシーン、うまく切り返そうというところだったんですが奇数に変わってしまった。さあセブンガーです、触った。さあここで真ん中を向いた、クラッシュして、さあ相手をかわしていこうかというところですが、またグース、タイガージェットシーン、セブンガーかすめ取った。デミはグースだがポジション的にはセブンガー有利だぞ。さあこれはボランチがいない、タイガージェットシーン触った、ここはセブンガーの前、切り返した、うまい。モルフォスの攻撃に転じるか、うっ、あーとこれは触りましたが、しかし大きく飛び越えてしまった。セブンガーに後ろ蹴り、触れません。さあここで時間を使っています。モルフォス、あーとここは突破した、タイガージェットシーン、グース。さあスマイルマンです、なんとか触ったがナックル。さあフィールド中央、スマイルマンがボールをキープする、なかなかゴールに向かえないが、乗せた、何度もボールの周りを行ったり来たり、しかし偶数を守ってここで乗せましたスマイルマン。さあロングシュートの体勢だ、さあ同点に追いつけば優勝です。スマイルマンシュート、またしてもラドン、これもラドンです。逆転優勝に向けて執念の守備を見せます。B ね守備陣、これを防いで1に変えた、このロングシュートを防ぎました。さあ先制点のアングラモン、ここで乗せます。なんとこの横っ飛びからまさかの乗せ、アングラモンだ、奇数です。
さあこれは逆にビーネのチャンスだ。アングラモ残り時間あとわずか。サイドからのシュート、セブンガーに当たった。枠を捉えていたんですが味方セブンガーの背中に当たりました。さあガイロスボールキック、前に渡したがここでキスに変わった。さあこれはもう全員で攻め込むしかない。タイガージェットシンが前に行きます。ドリブルに測る、しかしまだキス、ナックル突破に行く。サンシャインが戻ってボールを蹴る、キスだ。さあ逆にビーネのチャンス、残り1分打っていった。しかしガイロス止めます。さあまだチャンスあるか、このロングシュートを打てるかガイロス。シュート前にこぼれた、まだ偶数だ。ボールはモルフォス、さあモルフォスこれがラストチャンスになるか、これをつなげるか。ここで乗せましたスマイルマン、今度こそロングシュート決められるか。決まれば同点、悲願の初優勝です。スマイルマン左足防いだ、そしてキス、ここで試合終了。ビーネです、ビーネ逆転優勝。再三モルフォスのロングシュートを執念で防ぎましたビーネ守備陣。最後はスマイルマンの左足、強烈なロングシュートだったんですがスポホビッチが防ぎました。そして逃げ切った2対1、先制点のアングラも、そして勝ち越し点のセブンが素晴らしい決定力と鉄壁の守備力見せました。逆転優勝、昨シーズン悔し涙を飲んだこの最終戦 3J に敗れましたが歓喜の輪です。ビーネの優勝、モルフォス最後の最後に追いつかれました。首位を走っていたモルフォスですがこのリードを守りきれませんでした。優勝はビーネ。昨シーズンは悔しい悔しい最終節の同点、2位で終わったビーネでしたがここでそのリベンジを果たしました。モルフォス悲願の初優勝はならず、ビーネ強い総合力で最後はモルフォスをねじ伏せました。ビーネこれで3度目の優勝を格闘に並びました。そして前年も同率勝ち点でした。今最も強い黄金期を迎えたと言ってもいい黄色のチームビーネです。そしてセブンガーのスーパープレーも見せました。さすがでした。一方のモルフォスもオーズマンのゴール、見事な同点ゴールがありましたが一歩及ばず。ゴール、このゴール押し込むだけで勝った。そしてこれをセブンが